初の美女たちとのコラボっていうやつですね。いや、会長、会長今度一緒にラジオ体操やろうよ。やりたい、やるよ、用意します、やりましょう。いやいや、嬉しい嬉しい。なんかね、ピアノとかが弾ける人がいたら嬉しいですけどね。あ、いる、いるの、いるいるいる。結構バンドやってる声、一回録音してくれたら、それに英語とか、あ、ラジオ体操だからやらなくないじゃん。いや、だからそのラジオ体操のピアノを誰かが弾いてくれたら、やばいやばい、それやばい。それに英語とかスペイン語とかを吹き込んで、そうだ、いや、そうするとオリジナルのやつ、はいはいはい、やろう。ヘミッションカレーテ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 まあ、その全く同じのでいいんで、まあ、そういう感じですね。面白そう。はいはいはい、はい、絶対いい。で、じゃあ A ちゃんが横浜の方で、横須賀、横須賀の人で、私は埼玉です。あ、埼玉、はいはいはい、でも横須賀で出会ったんです。あ、そう、横須賀で出会って、あ、そうなんですか。10年前ぐらいに、はいはい、バーテンダー、私は横須賀でやって、あ、バーテンダーやってたんですか。いや、友達としてあったの。まさかまだサンディエゴで。うん。おーね。あ、じゃあサンディエゴに来てからまた出会ったの。そう。知り合いではいたけど、はいはい、そんなに遊んではなくて。はい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 。で、こっち来てね。して、こっち来て。なるほど。なるほど、なるほど。で、私はもうデボス。あ、バツイチ？これから。バツイ。バツ2。え、待って、バツ1。やめなよ。こっちじゃ1。あ、バツって子供が何人かと思っちゃった。子供3。1回ね、子供2人。ああ、そうなんですか。もう大きいんですか。いや、ちっちゃいです。4歳と1歳です。あ、4歳と1歳。なるほど、なるほど。で、アメリカに来るきっかけは、じゃあ結婚されたって。お互いミリタリー、ネイビーの人とお付き合いして結婚した。はい、あの、アメリカの男性と日本の男性の違いみたいな、うん、なんかこうアメリカの男性っぽいところがいいよねみたいな、で逆にその日本の男性はこういうところがいいよねみたいな、アメリカの人たちってのはオープンですか。オープン、なんかあれじゃない、お母さんのことを大切にするなんかカルチャーがあるじゃん、うん、アメリカの人って結構なんか、ま、マザコンじゃないけどさ、お母さんを大切にするみたいなのが、はいはい、なんか結構強いから、その女の人をこうなんかレイディーに扱うみたいな、そこプラスあと表現が豊かだから、ちゃんと I love you とか、あ、そう、 I love you、 愛してるって言うよね。だって日本はそう言わないじゃん。あ、なるほど。お母さんにねえ、愛してる、 I love you とかまたちょっと重いみたいな。なるほど。あと、なんつうの、女性に対して例えばなんか綺麗だねとかさ、綺麗だね、綺麗だね、ちょっと自分もちょっとね、あ、アメリカ人に負けないぐらい、いやいや、だいぶ負けてないですよ。だいぶ負けてないよ。そういうの違うよね。なるほど。まあ、そう、日本の男性はそういうところがちょっと表現があんまり出さない。表現があんまり出さない。なんか知ってた当たり前だろみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ逆に日本の男性のちょっとこういうところ、あ、いいかもねみたいな。アメリカの男性に比べてちょっといいかもねみたいな。思い出してる。ちょっと待ってね。思い出してるか。日本の男性思い出してる。日本の男性のいいところ。いいところ。日本の男性の皆さん。いいところは。まず。でも優しい、ちょっとみんな優しいよな。
まあ、優しい、いいっすよ、優しいんですよ、日本の男性は優しいんですからな、はいはい、あれじゃない、でも責任とか取る感じの人が多い、責任を取らない人が多いよ、日本は。そう、なんか特に結婚とかいろいろ、結婚みたいなイメージがある。こっちの人の方があんますぐ結婚しないけどさ、子供できたらなんか、ああもうなんか責任取らなくちゃみたいな。ああ、なるほどなるほど、日本はね、それがいいところなのか分かんないけど。でもなんかあの別れた後の適当さが日本はまた違うから。ああ、なるほど、うん、こっちはもっとちゃんとなんかあるかもしれない。日本のいいところは、日本でもいい、日本人のところは、私はちゃんと心からこうやってなんか日本人のあのジョークが言えるとことか、こうやって喋ってツボが笑えるじゃないですか、はいはい、言葉がね、言葉のニュアンスね、やっぱりね、その日本のニュアンスとアメリカのニュアンス違う、ちょっと友達、ね、日本語喋れる友達何人か私たちもいるけど、はいはいはい、またちょっとあの笑いツボが違うっていうか、なるほどなるほど、うん、そういうとこでやっぱ日本人の人たちと喋ってた楽しいなと思うし、また違うね、言えてる言えてる、そこまあ日本人の人もかっこいいし好きだよ、あ好きだよ、めっちゃ好きだよ、全然 OK だよで、英語の勉強とか、じゃあその勉強、英語の勉強というよりもそのアメリカのいいところ、アメリカのいいところ、その今度はそのアメリカいいな、ここがいいなみたいな。私は結構ファッションとかも、なんつうんだろう、ルールないじゃん、個性みんな好きな洋服着てる、はいはいはい、でもなんか日本とかだとなんか流行りとか、はいはいはい、そういうなんかそれをなんかみんな着てるイメージ、着なくちゃいけないしみたいな。でもこっちだと個性、私はこれ好きだから、だからいろんな年代があるじゃん、80年代の洋服まだ着てる人もいるし、はい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 、でもそれで OK、 なんか、なるほどなるほど、なんか新しい古いとかない、なるほど、そこにジャッジも入ってくるしね、そうそうそう、ね、あの年いっててスカート履いてたらとかさ、そうそういうの履けなくなってる人もいるし、なるほどなるほど、でももっと自由だね、もっと自由、もっと自由、もっと自由、あれも妊婦とかもそうだよね、こっちの妊婦さんとかはジムとかでもう筋トレとかしてる、でも日本とかだと病気扱い、病気扱いだから、なんかジムに行っちゃダメでしょ、取るの当たり前みたいな、なるほど、絶対安静にしてなさいみたいな、あなるほど、病気じゃないよっていう心身、そういうような違いがある。じゃあ逆にここに住んでいて日本がこういうところがいいよねみたいな、食べ物いいね、おいしいよ、日本もう日本食最高だからね、おいしいおいしい、特に魚、魚最高だな、最高だね、あと日本でさ、まあ、食べ物は絶対みんなやっぱり日本の食べ物がいいって言うんだけど、うん、いろんな人に聞いても何が好きですか日本の食べ物、うなぎ刺身、あ刺身最高だよね、うなぎ最高ね、だってまた違うもん、ここにはない、ここにはないもんね、ない、うなぎはまた違う、違うな、魚はまだあってもまた違うんだな、魚だとか言ってまあ、たかここに来て、ほらあのスーパーなんか行ってさ、魚見たらびっくりするよね、目がへっこんでる魚がもうちょっとこうね、食べられるのこれ、ね、種類の魚いて ね、でもサンディエゴラッキーじゃない、日本食もあるし、しかもウニとかもさ食べれるじゃん、生ものがまだ食べれる、ウニはね、ウニとカキが有名なのかな、サンディエゴね、ウニは最高、そういうとこは、ね、日本食も食べれるしさ、サンディエゴはそういうところで住みやすいよ、いや最近本当にね、あっちこっちこうラジオ体操ね、大体海の近くに行くんだけど、はいはい、でそうするとこんなところもあるんだっていう発見が結構あるんですけど、はいはい、うん、日本人の人たちとか来ないんですか、いやいやね、マウントソロダットって知ってます、うん、おら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 出た、ね、ラホヤの近くにマウントソロダットっていうところがあって、はいはい、サンディエゴ一望できる、やばい、行くしかない、いやもうここね最高、最高だよね、景色超すごい、行きたい、そこでラジオ体操じゃぜひ、
そうそうそう、ね、やばいだよ本当、最高にマウントするとマウントするだと、うん、で、こうサンディエゴベイになっててベイの周りがほとんどこうあれじゃないですか、あの公園じゃないですか、はいはいはい、まあ、パークになってて、うんうんうん、で全部芝生になってて、はいはい、まあ、そこら辺多分こんな公園が多いところはないんじゃないかな。あ、まあ、オレンジカウンティーに住んでましたし、うん、サンフランシスコの近くに住んでたんだけど、まあ、アイダホとかね、ワシントン州とか、はいはい、まあ、もちろんあの いっぱいね、どこにも公園とか野球場とか、うん、テニスコートとかあるんですけど、ここサンディエゴはやっぱこう海の周りが全部公園になってるし、天気もいいし、雨あんまり降らないけど、雨もあんまり降らないし、ね、でもカラッとして気持ちいい感じがする。でここ1週間ぐらいちょっとモイスチャーあるよね。そうだね、うん、日本食もいっぱいあるし、うん、もう最高だよ、サンデーも最高、サンデーも最高、ね、本当サンデーも最高。日本に帰るきっかけもあったんですけど、私も行かなかったもん。あ、はいはいはい、こっちでいい。確かに最高だよね。今も、うん、日本も最高だけど、こっちもね、住み慣れるといいよな。そう、どっちも好きよ。でもやっぱりこの、私はウェダーが好きから。あー、なるほど。今、天気が大好き。なるほど、なるほど。海もいい、海ある、もう全部ある。サンディエゴ、サンディエゴはすごいよね。うん、今日隣の国のメキシコがあって、そう、うん、海があって、山もあって、スキーもできて、超都会 あのロサンゼルスもそうですね、ディズニーランドとか、うん、ユニバーサルスタディオ、何でもあるよね。何でもありだね。だってすぐちょっと行けばラスベガスも行ってちゃう。そうだね、ラスベガスも、ね、近い。本当ね、確かに最高。しかもこれだったら最高やばいよね。ああ、まあね、本当。いや、だって朝起きて海とか。そうそうそう。開けて、ドア開けたら海で、朝、体操して。そうそうそう。最高のライフスタイル。気分は体操、気分がいいねって。体操って感じでって感じで。なんだけど。ちょくちょく笑っちゃうでしょ。この間あのお友達来てたじゃないですか、一緒に。お友達、これなんかあれ屋久島みたいなプレーヤー。ああ、はい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 、電動一輪車。そうそう、はいはいはい。それなんかさ、グループみたいなのでやる。ですね、あのなんかグループみたいなのがあるらしいんですけど、あ、自分は結構海沿いで走ってるのが多くて、でなんかみんなはね、山とかそういうところでなんか見る見る、はい、あのやるんだ、すごいよ、ところとかすごいやってる、はい、で自分の場合はこうね、どこに綺麗なお姉さんがいるのか見て回ってるんだけど、めっちゃスピード出るもんね。これ最初乗るとき転んだりしました、やっぱり。あ、はいはいはい、練習して。だってこれさ、はい、あれでしょ、一輪車の電車です。本当に電動バージョン、電動ってすごいよね。まあ、これね、自分には最高にいいんですよ。なんでかというと、こう電気があのソーラーパネルがついていて、はいはい、タラなんで、はいはい、でそのエネルギーがただこれの場合ね、はい、電動自転車の場合から、はいはいはい、で、まあ、もちろん、そうそうそう、電気代いらないし、まあ、水道代もいらないし、だからもうサンディエゴもベストですね。サンディエゴもベストなんだけど、一応夢みたいなのがあって、はい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 、こうアメリカ中をこうまずは回って、はいはい、できたらこうラジオ体操をこう広めて、でアメリカ人って超ね、でかい人いるじゃないですか、はいはい、このラジオ体操では多分その痩せないと思うんですよ。ただそのきっかけみたいな、わかる、きっかけみたいな、でもその気持ちが嬉しいよ。でもさ、楽しくね、私も楽しく、小さい時さ、うん、眠いけどさ、こんななんか首から下げてさ、はいはいはい、反抗してもらうのがわ、はいはい、かるわかる。でも子供たちすごいいいと思う。子供たちでもこっちの夏休みとかさ、ラジオ体操も近くの公園で集まってやるって、家の前の公園でさ、もそう、まあ、いろんなヨガとかいろんなこうあると思うんですけど、ね、日本のこう昔からずっとやってるっていうものをこう
こう英語に直して、はい、でこうそういうのをこう広められるんじゃないのみたいな。広められるんだよ。それがなんかこう健康に関するちょっときっかけみたいなのになればいいな、はいはい、みたいな。え、楽しそう。いや、はい、すごいいい、はい、はい、お話です。はい、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 で、まあ、できればね、こうアラスカとかカナダとか回って、はいはい、でそれが終わったらこう今度は南米かヨーロッパ行ってみたいな夢ね。夢やばいね、はい、いいね。言うのはただね、税金かからないそうそうそう。いや最高ですね、それは。そう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 、まあそういう一応夢みたいなのがあって、はい、で仕事はこの電動一輪車のセールスをこう始めようかなっていう。おお、はい、いいね。で、まあできたらね、YouTuber になれたらいいな、うん、もう YouTuber ですよ。あ、まあまあね、ありがとうございます。本当に間違いない。なりたいな、みたいな。はい、でそれで、ね、こう世界中回るって、はいはい。いいね。いや、いい。いや、すごい。でもみんなラジオ体操したいね。うん、あ、いっぱい女の子も呼びますよ。あ、そう。女の子いっぱい呼んできます。そうそう、ぜひみんなだ。やろう、それでやろう。一回、うん。やりたい、やりたい。楽しい。